と思ってるので、じゃあこれからね、マーリンチャンネルでどんどんチャンネルで発信していきますので、はい、で今日の本当の確信のね、確信は今からです。話なんですよ。30分過ぎたところで、今から確信、はい、確信で、今日はどうぞ、WBC について、はいはい、あのね、はい、野球のね、野球の WBC って言うんですか、あれ、なんとか WBC って呼んでますね。ワールドベースボールクラシックですね。そうですね。私野球がとことん知らなくって、うんうんうん、全然興味もなかったんですけど、うちの、まあ、旦那さんが野球好きなので、テレビをずっとこうつけて、私も仕方なく見るじゃないですか。その時の、うん、まあね、なんかどんどん私がこう引き込まれて何がすごいって言って、おーおーおー、なんだろうな、野球っていうのは、うん、アメリカからですか、なんか西洋のね、ものを私たちが与えられたっていう感じだったんですけど、うんうん、もうそんなものをなんか超えて今回の日本の、あの侍ジャパンはですね、うんうんうん、子としても皆さんね、すごい素晴らしい、はい、一人一人がヒーローなのにもかかわらず、はい、こう全体として、うんうん、本当に自分の立場をこうちゃんとこうなんていうのかな、趣旨してね、うん、全体を見ながら活躍している、うん、で引く時は引くし、うん、バッて出る時は出て、うんうん、全体の勝利に、うんうん、皆さんが貢献していると、これこそが日本人の世界に、うんうん、誇る和の精神、うん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 、で自分だけがホームラン打ったり、自分だけが活躍したり、うん、自分だけが脚光を浴びたりとかじゃなく て、うん、もうどんなね、大谷さんでもバントするときはバントするし、ね、っていうその周りのなんだろう、うんうん、その雰囲気とか、うん、進むべき方向性を見極めた上での、うんうん、それぞれのヒーローぶりというのが、それも楽しくね、のびのびと、今まで日本人って打ってって時に縮こまっていてなかったり、そうそう、ああやっぱりなって、なんかメンタリティ弱いよねっていう感じだったのに、今回はもう皆さん自分の最高を出して、のびのびと、本当に野球って楽しいよって、生きてるってすごいことなんだよみたいなのを世界にね、なんか肩を示したっていうのが、そしてそれだけじゃなくて、聖徳太子さんが、私も本ね書き終わってるんで、うんうんうん、聖徳太子さんとは今ちょっとチャンネルはつながってないんですよ、うんうん、ないんですけど、うん、なんか私が WBC にすごく感激している時に聖徳太子さんが降りてきたんです。降りてきた。そしてね、めっちゃね、なんかめっちゃルンルンなんですよ、めっちゃ喜んであるんです。でね、僕がっていうか、私がっていうか、本当にこう世界にね、指名したかったのは、うん、これなんだって、こういう世界観なんだと、うん、全員リーダー、全員がそれぞれのね、うん、場所を守る、ね、メンバー、うんうん、誰がトップとかじゃなくて、うん、みんながそれぞれの、最善をそこでシェアしながら、全体にこう上がって最高点に達するというのは、これは日本人じゃないとってちょっと語弊があるんですけど、うん、まあね、聖徳太子さんが言うには、うん、日本人だからこそできることなんだって、それを今までずっとね、なんかちょっと縮こまってるよねとか、ね、うん、もうちょっとこうはっちゃけても日本人はいいのに、なんか周りを気にしたり、評価とか、うん、なんかね、ちょっと一番いいとこでこう打てないとか、うん、そういうのがあったのを聖徳太子さんなんかご存知で、うん、惜しいなと、もうちょっとこう突き抜けたら、うん、世界に肩を ね、 そうですね、これが日本だ、そして皆さんもこうであった方がいいよ、楽しいよっていうことを言えるのに、それがなかなかね、なかったのに、今回のね、この侍ジャパンが、侍ジャパンが全世界にそれをね、それも本拠地のアメリカでね、和を、本当の和というものを示してくれたってね、なんかね、聖徳太子さん今回ね、めっちゃお喜びです。なるほど。それがなんか WBC で素晴らしかったことで、皆さんだからね、みんなも喜んでると思うんですけど、だから聖徳太子さんも喜んでるってことをちょっと伝えないとと思って、それをちょっと伝えたかったんです、このチャンネルで、ね、ちょうど今日発売日にまたね、そうなんですよ、それをメッセージをお伝えするという、ね、そう、これはもうだからね、だってね、たくさん一休さんとか、涼感さんも出てきてるのに、タイトルがくくり姫と聖徳太子ですか ね、ちゃんと入ってる、ちゃんとね、入ってますので、やっぱりね、聖徳太子さんの言葉とかは伝えないといけないなと思いました、ということは
まあ、神々の世界から見ても今回の WBC はそういうような、まあ、その展開がコーディネートしてくるみたいな部分があったんでしょうかね、うんうん、それでないとあんな勝ち方って劇的な勝ち方とか漫画家というような展開には多分ならないかもしれない、はい、まあ、なったかもしれないんですけど、うん、でも聖徳太子さんのお喜びを見ると、うんうん、これ展開がすごく応援して、ま、見守ってたし力をこう与えてくださってたんだなっていうのは分かります、うん、なんか聖徳太子さんってねめっちゃねあの体でかいんですけど、うん、なんか踊る方なんですよ。なんかすごいこうルンルンで、ノリが結構なんかね私の本では鬱っぽいとかちょっと ね苦しいんだことが書いてますけど、ネガティブな、まあ、それも事実なんでしょうけど、ね、だけど今は本当に展開におられるので、うん、あのすごい明るくて、うん、あの踊ってあります。それ今お聞きして思ったのはね、やっぱりその現実の今生きてる人たちが、うん、本当に聖徳太子が望んだ和をね、はい、体現した、実現してくれた喜びじゃないですか。そうですそうです。だから当時はなかなかそう思いがあってもそれをやってくれる人たちがなかなかいなかったということですかね。そうですね。だからたくさん苦しまれてましたので、ね、ご自身の理想と現実のギャップに彼はすごく苦しんでたんです、うんうんうん、なのでそこにこう葛藤とかもあって鬱になったり、うん、でも神々に嫉妬、うん、あの叱咤激励されて、うんうん、あやっぱりでもその理想の世界を実現しないとってまた、うん、あの立ち上がったり、その繰り返しでどんどんこう、うん、日本をいいように、ちゃんとした国家とか雛形とかを作ってくれた方なんですけど、うん、でもまだ彼の時代とか、うん、またつい最近までは、うん、まあ、そうは言っても、うん、もうちょいもうちょいだよねっていうところがなんかねもどかしかったと思うんですけど、このね今回の WBC で、うん、ついになんか彼の望んだその大調和とか和の世界、うん、これぞ日本の方っていうのを、うん、なるほど、それも世界に、ね、優勝しないとなかなかね難しいじゃないですか。こんなんね3回戦で負けたらね肩って言われても、うん、ああみたいな感じですけど、うん、優勝したということがまたすごいことなので、うんうん、あのもう本当にお喜びです、ね、野球の本拠地であるね、うん、アメリカにはそれを世界一になって、で世界中の人が感動してそれが素晴らしいね。ねもう本当にやっぱりそういうこれからの地球の形示し、これが本当の和であって、今まで私たちが思ってた和っていうのはなんかこうね自分を殺して我慢して萎縮して周りを、ね、見ての和ですよね、うんうんうん、そうではないってことですね。そう忖度しない和、うんうん、ですこんなこと言ったらね、うん、マリナとかだから言わないとかそんな和、うん、さちっちゃいレベルの、ね、低い和ではなくて、うん、もう全部出し切って自分をね、うん、燃焼しきったからこそできるわ。そしてそのもっと上の次元から見たわっていうことですよね。ね、うん、神の多分視点だと思うんですけど、神の視点、個人個人の視点を超えた神の視点から見たわというものが、うん、聖徳太子がいつも心に描かれてて、うん、理想形の雛形としてブループリントとしてあったんだけれども、うん、そこまでちゃんとしてリアルにね、うん、見る機会がなかった、うん、まあ、ちっちゃいグループとかではね、うん、そういう、うん、あのコミュニティとかは素晴らしい方々とかコミュニティがあったと思うんですけど、うん、まあこんなに世界的に皆さんが一堂に会して集中してみて、釘付けになりました、ね、ないですよね。それでだからさっきもね言われたけど、やっぱり誰か自分が自分がって言って、ね、うん、結果を残すんじゃなくて、うん、みんなであの楽しみを持って、うん、あのその勝利を勝ち取ったわけだけれども、うん、やっぱりそれはあの一人一人が役割があって、うん、一人一人が調和に向けてね、うん、全力を尽くせばこういう結果になると、うん、だからそのカリスマとか、うん、なんかすごい、なんていうかな、実力のある人についていけばいいとか、あ、そんな時代ではないです。また、うん、もっと言えばその女性とか男性とかも関係なく、今回はね男性ばっかりですよね。まあ一応ね、だけどそういうのは、うんうん、今関係ないんです。関係ないですね、そう、女性がどうとかも男性がどうとかじゃなくて、うんうん、中の魂にはあの性別ないですから、ないってことですね。ね、だからそこの魂が喜ぶ生き方、魂が喜ぶ生き方、それをあのしたら絶対和になるんですよ、ね。なるほど、そうなんですね。エゴとか頭で考えてたらちょっとずれていきますので、うんうん、こうエゴで考えるとこうならないといけないだろうなとか、うん、そういう、はい、思考であの、うん、やっちゃうので全然いいようには、うん、だからそういうのをこう突き飛ばして、うん、ここがワクワクするやり方を、うん、あのに自分をねその魂を信じて生きていくと、うん、ここで意図しなくてもちゃんとこんな風になっていくんですよ、うん、それをこの今地球はね、うん、
岩永姫さんが求めてるんですよ、はい、だから、今、まあ、男性性に戦争とかって偏ってるから、うんうん、女性性とか女神性とか言われてますけど、うん、まあ、縄文時代もね、はい、母性母系社会でしたので、うん、だけどもう究極はそういうとこ超えた、もっと、もっと神の視点とか魂の視点で、うん、あの見た時にどうかっていうところが問われるので、うんうん、あの岩永姫さんがそれを私はずっとね長年ね、うん、あのサポートしてきましたと、うんうん、だから これからはちょっとあの岩永姫さんがサポートして、まあ、土の時代というか本当に、はい、本当に土の地球の中のことだったんですけど、うんうん、これからはちょっと違うところにね、うんうん、あのまあスピリチュアでは風の時代と言いますけど、もうちょっと5次元とか6次元のところでの、うんうんうん、あの肩示しが地に降りてくるんですよ。なのでそこをね、岩永姫さんはその時代が来たことにすごくね、彼女はあの喜んでいます。その前に WBC でちょっと大事な話が喜んでるんですね。それがずんずんだから幕開けみたいなことですね。そうです、そうです、そうです、素晴らしい、ありがとうございます。まあ、あとは詳しいことはまたねこれ読んでいただくと、ね、はい、あとこれからの今後のご予定の中で何か講演会もね、そうです、あの光ランドさんね、うん、東京飯田橋の光ランドさんで7月1日に、この本の講演記念出版記念講演会というのを、しますので、この本になかなかちょっと書けなかった内容とか、さっきの、聖徳太子が踊ったとかね、どんどんこう更新、情報が更新されていってますので、うん、あのもっと違うね内容をお話しできるかなと思いますし、うんうん、私の講演会はただ私が喋るだけじゃなくて、うんうん、一人一人にちょっといろいろさせていただいたり、うんうん、エネルギー調整、あとワーク、ね、ワークもあったりしたり、あとプレゼントも今回は、うん、あのこれ空海の空海さんのなんか許可を得たんですけど、これはあの渡してほしい、これはちょっとね本当に渡していいのっていう感じのプレゼントもご用意してますので、空海さんからのプレゼント、そうなんですよ。おーすごい、今までなんか今まで何だったんって感じですけど、あのプレゼントで OK があの出たんで、なんかお菓子持っててこれ空海とか、いやそういうことじゃないですよね。いやいやいや、それは空海の空海が空海の空海に行きましたね。いやいや、ありがとうございます。なんかちょっと昭和世代なんで、すごく今のなんかのじゃだれが、今のカットでカットで編集カットで残すやつで、残すやつですね。あ、それとですね、これあの新商品が、新商品見えるかな、縄文社交土器のお香立てです。これが淡路島が誇る前田光一さんというなんか隠来釜の登り釜で1年に1回しか炊かないあの釜元の方がすごい方なんですけど、その方に型取りから、焼きまでやっていただきました。これはちょっと超レアもので、あのもし彼が人間国宝になったらすごい値段がつくと思う、うん、そしてね、普通の器でも数百万の方ですよね。あ、そうです、そうです。でこれが土がまたいいのと、そして縄文のエネルギー、これねあの持ってもらったら分かるんですけど入ってますし、あとピラミッドにもこれずっと入れて、うん、宇宙のエネルギーも入れてますので、普通のお香立てではない、まあ、飾っててもめっちゃ可愛いしエネルギーグッズでもあるんですけど、うんうん、まあ本当にあの縄文好きの方にはたまらない。あのエネルギー的にはどう違うんですか。あの全然違うっておっしゃってた。エネルギー的にはね、うん、地球と縄文の、女神とつながれます。すごいです、このシャコリンがつながります。そうです、シャコリン媒体なわけでね。そうです、そうです。これで続けてる、ここにあのお香に立てるところがあるんですけど、うんうんうん、そしたら場の浄化と煙の浄化と香りの浄化で、うんうんうん、余計にその場が聖地に、うん、聖地になりますので、あの限定10個です。皆さんそので残り玉は1年しか炊かなくて、うん、あの10個しか今回制作できなかったので、超来年も炊いてくれるかどうかは、その前田さんが忙しかったら難しいので、レアですので、ある間に皆さんぜひあのお買い求めください。はい、あとあれでしたよね、確かその香りの淡路島が香り生産の一番聖徳太子の中の聖徳太子、そうです、そうです、聖徳太子も書いてますので、で本当に聖徳太子が彫ったのかわからないですけど、聖徳太子作という仏像も淡路島のとある
ところに ありますので、うん、そういう、ね、ツアーでもないですけど、もし、うん、ご興味のある方がいらしたら、お寺のご住職さんに頼んで、その、秘仏像ですね、あんまり氏子さんというかその方もたちも見ていないめちゃくちゃ秘仏が淡路島にはあるんです、うん、そしてなんとその湧き仏が空海さんが作られてるので、それは本当なんです。それは書かれてるんです。空海さんが、ね、聖徳太子さんが彫った仏像をぜひ見たいって、うん、わざわざ淡路島に来られて、うん、そしてその仏像を見られた時になんかすごいことが空海さんに起こったんですって。まあ文章にこう古文書に書かれて、うん、それでめちゃくちゃ感激して感謝を持って湧き仏をなんか2体かな、作られて、それもそのお寺に安置されてますので、淡路島めっちゃ面白いので、また皆さんお越しください。はい、こんな感じでいいですかね。初めてのあれですけれども、本当におめでとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます。小笠原さんのおかげでもあります。ありがとうございます。きっかけはあやちゃんがこの本のきっかけです。そしてこの場所がもう135ドラインで、もうエネルギーに満ちた不思議なサロンで、竜宮城と、ちなみにここあれですよ、134.963 の、魅力のようですね。素晴らしいサロンですので、皆さんまた淡路島に来た時は竜宮城と呼ばれて、時間忘れますので、ゆっくり来られた時にぜひ訪れてください、ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。